1日何を食べたかっていう Vlog を撮っていこうと思います。今実は足を怪我していて、自宅にいる時間がすごい長いっていうのもあるんですけれども、やっぱりこうコロナで在宅の方がすごく多くなってきていると思うので、まあそのこれを機会にビデオを皆さんにシェアできたらなと思っております。ではぜひご覧ください。にゃーん。今日は昨日パン屋さんで買ったパンと桃の朝ごはんです。美味しい。これ美味しい。ちょっと目が取ってくる。ペンキング。準備できました。今から、友達とランチに行ってきます。お腹空きました。バイ。どこだろう。ここな気がする。あー、書いてある。なんて？レモンシャーベットローズマリーと、うん、美味しそう。それもラズベリー。これもあるよ。炭酸飲料とか。これ炭酸だからね。まあね。どうせならさ、こういうやつですよ。わかるわかる。香辛なのかな。うん、美味しい。無視っていう。無視。So I'm going to make a dinner right now. で、今から夜ご飯を作ります。今日はね、これを使って夜ご飯を作ろうと思います。这个好像是那个台湾的担担面吧。对。我在那个日本的银座的成品买的，很好吃，所以今天就吃这个喽。要放辣椒。
あの唐辛子はもう本当に大事なのでこれを入れます。じゃーん、做好了。台湾担々麺です。あの、結構私オリジナルなんですけど、野菜多めにしました。あと、辛いのが好きなので、唐辛子も入れて、さらに辛くしました。じゃあお腹空いたのでいただきます。じゃん、これも入れます。さらに辛くします。 I love spicy。 looks nice。 美味しそう。いただきます。パスタ風に食べる。スパイシー、辛っ、辛いわ。ごちそうさまでした。フィニッシュ。ごちそうさま。でけめん、チビピー。はーい。コンコンでけめん。よちもーもーおろね。あ、そくりちゃんもでよ。よちもーもーですね。ん？ん？髪の毛切らないとね、二人とも。髪の毛切らないとね、ダメですね。ん？じゃーん。あ、我现在要开始吃这个。这个是那个、怎么说呢？吃晚餐后的甜点嘛，对，然后刚好日本现在季节就是这个 Shine Muscat，
你看这个非常大，一颗一颗的非常大，很像一朵花的感觉，很漂亮。然后呢，口感也是很脆，然后很甜，真的很好吃。有机会来日本的话，可以试试看这个 Shine Muscat。私の一日の何を食べたかっていう YouTube ビデオを撮りました。皆さん楽しんでいただけたら嬉しいです。じゃあまた NEXT ビデオでお会いしましょう。グッバイ。